ください。お願いします。はい、あ、やばいな。今日本当にあの前売りでだってあれなんでしょ、もう満席みたいな。そうですね、手付きがないらしくて、そう出せなかったんですよ。びっくりした、僕も知らなかった。それをそれじゃあ、最初にやっていくのが、あ、そうなんですよ、もういきなりクイズみたいなやつですね。まあいきなり動画見るんじゃなくて、まあ、ちょっと簡単なゲームを企画したので、それをちょっと皆さんにやっていただこうかなと思ってます。でやっていきましょう。じゃあ第1問いきます。せーの、ドン。兄弟らしいです。どうですか、これは。じゃあちょっと開けてみましょう。兄弟ああ、なんか覚えあるわ。あ、これはヤス君だ。はい、あ、お、はい、じゃあこちらの方どうぞ。パウはどういう感じですか。あ、はい、カタカナでパウ。はいはい、パウワウのパウってことですね。なるほど、おー、なるほど、確かにあり得るな。じゃちょっと正解です。ちょっと食べさせてください。はい、寝坊しなくてよかったー。そう、寝る前なんかちょっと一言だけ、はい、俺今見てて自分で思ったんだけど、自分でネタにするのはどうかと思った。テレーやすけー、あ、こうなるんですよ。ゲイゲイなんすか。一律そんな言うてそんなでもないでしょ。そうでもないでしょ。この感じ。そう一回止めろ、お前振っといて落とさないってどういうことだ、お前付き合っとんじゃん、こっちは。今、6? いや、6すごいですね。4? 6ときて、はい、私、山田が0です。こんなことあるの。どういうことだ。お金タップしてるんすか。タップしてるわ。ハーフ&ハーフって名前の、はい、あれらしいですね。覚えておいた方がいいです。ハーフ&ハーフってコーラすごい美味しいですから。コーラです。そうこれねこれ自分でね、もう自白したんですよ、ここで完全に。やっぱ酒入れたら出る。いろいろあるんで色が動きます。ここから、はい、あー、山田兄弟ですよ。確かに一番最初兄弟が完全解散したんですよ。確かにすごいテンション高いで、まあね、リバーサルもあーなんですよ。そう、だし俺もリバーサル好きだから、はい、みんなハグしてくれるんですよね。これ毎回ちょっと美味しいと思ってるし、みんな。この会場限定、明日本来は公開の動画を先行公開やっていきましょう。
ジオここね。はい、ゲームイズのあの4つあるスタジオの中で一番響いちゃうところしかね今空いてなかったんでね。はい、ということですね、4月31日の山田と山田チャンネルを見る会無事終了いたしました。30日か、今日が30日だ。はい、30日ですね。はい、終了いたしました。もう本当に満席で前売り券だ、あ、前売りで満席になっちゃったから、ね、当日券出せないというね。はい、はい、なんかね、ツイッターの方で、ね、当日出るかもと思って行ったんですけどみたいなやつが来てね、あすいませんでしたみたいな感じ。そう、なんか俺もね、なんか行けんのかなと思ったらマジで無理だったね。そうなんですよ、ね、ギッチギチだったもんだって。僕あの舞台ね、こうわーっと上がってってさ、時間になったから本当にもう隙間ないんだよね、マジで。まあ、でも幸せなことですね、本当にね。はい、ご来場いただきました。皆様はね、本当にありがとうございました。はい、あとまあ今回の前売りの段階では、ちょっとあの、マジで すぐはけちゃったチケットがね、はい、あの行きたくても行けなかったっていうね、お声結構ありましたね。そうですね。はい、なので、まあできればね、僕たちもまだ2回、3回目とね、なんかこうやれればね、うん、なんかね、ああいった感じのイベントやれればなって思っている次第ではございます。はい。はい、ということですね、あの当日いろんな差し入れがですね、届きまして、うん、その届いた、いただいた差し入れをですね、今ちょっとこちらの方に全部ドアとひとまとめにしましたので、はい、はい、こちらをちょっと開封していこうかなと思います。はい、はい、じゃあちょっと中身見ていきましょうか、はい、なんかすでに手前にすげえデカめの、なんかデカめっていうかなんだろう、モフモフ系のやつがいる。はい、モフモフ、袋、また袋袋からのまた袋ですね、うん、はい、いきましょう、せーの、バーン、おゴンベですね。ゴンちゃん、はい、ゴンベかわいい、ポケモンズ連れてってって書いてありますね。あ、連れてって、はい、ゴンベとピチューとピーかな、ピー、はい、がなんかどうやらね、手に、はい、あるみたいです、のシリーズみたいです。ゴンベありがとうございます。かわいい、はい、ゴンベ置いてこう。ゴンちゃん、ゴンちゃん、あともう一個ね、こっち袋あるんですよ。いつでもポケモンのコラボの商品で、多分これタオルかな、タオルっぽいね。はい、で、あ、出た、フェイスマスク、EV& カビゴン&よいしょ、ピカチュウ。おー、これ3つあるから、ね、これ3人で分けてってことなんじゃないですかね。じゃあこれちょっと3人で分け合います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。次は何かな、え、なんかすげえでっけえのある。じゃあはい、行きましょう、せーの、ドーン、ドーン。なんだあれ、え、なんだ、うわ、うわ、うわ、かわいい、めっちゃ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 かわいい、ラストワンショーって書いてる。ラストワンショーなの、これ、マジで。はい、あれですね、だからくじ、一番くじの、クッションでピカチュウとミュウがついてきているやつらしいです。すげー、はい、ミュウと、ミュウと、ここに入るんだ、ここに入るんだ、運動感すごい。ということで、じゃあここにピカチュウ入れてあげましょうか。両方、あ、1個、1個だ、1個のスペースしかないんですよ。はい、うぅふぅふぅ、こういうことです、こういうことみたいです、可愛いです。これのピカチュウとミュウをね、入れ替えられるというところですね。なるほど、これ普通だと置けますもんね、取られるし。そうそうそう、かわいい。はい、すいません、ありがとうございます。ラストワンショー、イエーイ。はい、じゃあ続きまして、はい、こちらがですね、はい、これね、ライトニングカルウスケーブル一体型のモバイルバッテリーかな、これな。はい、モバイルバッテリー、そう、この薄いモバイルバッテリー、これ、あのね、こういう実用的なやつ結構来るんですよね。薄ですよ、これ、ね、ケーブル一体型のやつなんか、ありがてえ、めっちゃいいじゃん、これだって、この薄さで、ここ、そう、これだけだからね、これすごいわ。すごい、でも可愛い系だけじゃなくて、こういうね、もうポケカツにね、ちょうどいいやつ、普通に便利なやつ。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、よいしょ、できたー。お、ポケセンですね。さあ、ポケセン系なんだ、上から出すと、せーの、ダーン。あ、コイキング、あ、しかもこれカープやん。出た、カープのやつだ。めっちゃすごい。これあれだよね、向こうだったと買えるんだっけ、確か東京、東京では買えないんじゃない、これ、わかんないけど。そうなんだ。そうそうそう、限定系のやつかな。そう、広島です、ね、だからね、広しかもしれない。ゆーはほら、ゆー、すげー、めっちゃいいやん、これね。いやー、カープ×コイキング、いいですね。かわいいっていう、なんか野球しないんやろ、絶対。そう、まあ、まあな、手ないからね、投げも打ちもできないからね、こいつね、油されてる感じが。はい、まあでもこれはこれで可愛いですね。いいですね、はい、これもね、当日のいただきもですね、動画の中でですね、あ、動画の中でやった、そのイベント中ですよね。はい、はい、あの3人ともね、被っておりました、これ絶対ね、はい、だって動作なんだ、これはさ、ベベーン、はい、あ、すげー、これ、待って待って、部屋もいい、部屋もいい、これね、あの、なんだよ、ビーズ的なやつだよね。はい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 、ビーズで
作るみたいなやつですけど、3段があってこれが人影がいて、裏側には部屋がいて、中にモンボもいてみたいな感じですね。へえ、すごい。で残りね2セットあるんですよ。よいしょ。はい、あ、いいですね。これ不思議種とモンスターボール。ダイオ様って書いてある。あ、書いてあった。3人分作ってくださってる。ほんとだ、ダイオ様、マジですげえ。で、最後こっちがゼニガメですね。あ、これ安くんだ。はぁ、すごい。めちゃめちゃ、これマジすごいっすね。ね、手間よ、手間。かわいい。手間がすごい、ありがたいですね。はい、ということでですね、まあ、これ一部なんですよね、今回いただいたやつのね。はい、はい、まあ、ちょっとご紹介できてないやつもあるんですけれども、ちょっとテーブルに乗り切らないということで、はい、そうですね。はい、ということで皆様ですね、本当に今回会場に、まあ、いらっしゃった方、あと、まあ、差し入れいただき方、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、なんか今回すごい初めてのさ、オフ会っていうか、まあ、その会場を借りてるイベントだったじゃないですか。はい、なんかどうなるかなっていう不安結構あったんですよ、個人的にはね。ありましたね。あったよね。はい、ね、で、だけど、まあ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 、なんとかね、こう、うん、まあ、むしろ大成功だったんじゃないかなと。まあ、結構盛り上がってはいた。そう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 、なんかもう盛り上がり方が尋常じゃなかったもんね。ずーっとなんか、はい、ずーっとなんかもうハイテンションでなんか終わっちゃってみたいな。っていうぐらいの感じだったからな。めちゃめちゃ楽しかったんで。あ、そう。まあ、多分またね、よかったのかなと。まあ、そうだね、はい、参加している方々が楽しんでいただければね、もう全然もういいわけですよ。これ、ここでこうやるところは、耳がね、こうやって立つんですよ。こうやって、こうやってね、本当に感じでね。はい、そういうことで、おお、何やっとんねん、人の耳を。何しっとんねん、お前。あ、そうだ、あれあれがやばかった、今回。あれあれですよ。もう、サプライズでさ、サプライズプロポーズだったじゃん。悩み相談でもいいですか。いいですよ、もう何だって聞こう、何でも聞きます。彼女にプロポーズしたいんですけど、はい、おすごいぞ。何か勇気の出る言葉は。悩み相談ね、ちょっと言葉をかけろ。ディズニーシーのクラッシュみたいな感じ。タートルトークじゃないんだから。そんなことある。え、どれくらいなんですか、付き合ってどれくらいなんですか。いや、3年は経ってます。3年か、確かに3年なったらまあそうですよね。いやな、これ俺がそもそもプロポーズしたことないしな。もう未来の話だからな。いや、でも3年付き合ったってことは絶対相性いいじゃないですか。悪かったら絶対その前に。そうですよね、そうですよね、そうなんですよね。だったらプロポーズはもはや確認作業なんじゃないですか。本当に僕ら相性いいよね、じゃあ一緒にいてもいいよねっていう確認作業だと思うんですよ。だからハードル高すぎると思うんで、多分思ってる、まあ、もちろん結婚ってハードル高いですよ、高いですけど、一回下げて、だから今夜言いましょう、今夜今夜。あ、いいですね。だからその山チャンネルが、山チャンネル 見る会行ってきたんだよみたいな。で、まあ、加藤さんが知ってるかご存知か知らないですけど、言っていただいて、で、それでなんか、まあまあ楽しかったのね、結婚しないって言って。わかりました、わかりました。頑張って。いや、今結婚していただいていいですよね。ちょっと待って。ありがとうございます。ありがとうございます。ものすごく立ち会えてね、幸せでした。はい、幸せでしたが、想定をもうものすごく超えてきてしまったので、そうですね、すごいなんかもうドッキリかなって思ったもんね。確かになんか、いや、なんか仕込みなんかなみたいな。そうだったんですよ。うん、でさ、なんか本当あれだったんですよ。僕にね、なんかやすだよが
なんかそもそもサプライズを用意してたんですよ、ね、ああそうですね、はい、そうまあその模様もこの後多分出ると思うんですけど、はい、いやでもねでもねおめえないからあえおにぎりえなんか暗くなった なんで急に暗くなったの何何何何何サプライズかなとか何え何これ It's time to celebrate your birthday 粋なことやるんじゃないの皆様、ありがとうございます、はい、いや、みたいにいろいろあったないろいろありました ね、濃密な時間でございました、うん、はい、まあ、なんか、またね、やりましょうやります、うん、はい、ということで皆様、本当にですね、もう参加していただいた方々ありがとうございましたまた、検討させていただきますので、よろしくお願いします、はい、はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたもしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いしますそして私、山田と、ヤスとだよ、ツイッターやっておりますので、方のフォローお願いします、はい、それじゃあ、また別の動画でお会いしましょうバイバイ バイバイ終わり